折しも日本の外務大臣が公式訪問中の事案であり、外交儀礼から言っても非礼極まりない対応といえる。当の外務大臣は当然ながらリアルタイムで情報が入っていたはずであるにもかかわらず、その口からは強い言葉を聞くことはなかった。産経ニュースの記事から。2023年3月20日に尖閣諸島沖縄県石垣市周辺の領海に侵入した中国海警局の船3隻は、4月2日に入ってからも領海内に留まり、領海侵入時間は平成24年9月に政府が尖閣諸島を国有化して以降、過去最長だった72時間45分を更新した。同日午後7時44分まで80時間36分となった。第11管区海上保安本部那覇によると、3月30日午前11時10分頃から中国海警局の4隻が相次いで尖閣周辺の領海に侵入。うち1隻は機関砲のようなものを搭載しており、領海内を航行していた日本漁船3隻の動きに合わせて航行した。4月1日午後8時25分頃には4隻のうち1隻が領海外側の接続水域に出たが、3隻は領海内にとどまっており、海保の巡視船が領海から出るよう警告している。日本漁船2隻も領海内にとどまっている。中国当局の船による尖閣周辺の領海侵入は4日連続で、今年11日目、領海外側の接続水域を含め尖閣周辺で中国船が確認されるのは67日連続となった。中国海警局の船による領海侵入時間は長期化が続いており、昨年には6、7、12月にそれぞれ過去最長を更新。昨年12月22日から25日には初めて丸3日間を超える72時間45分を記録していた。中国側は尖閣周辺での公船の常態化も進めており、海保によると昨年は尖閣諸島の領海外側にある接続水域で航行が確認された日数が過去最多の336日となっていた。以上が記事の内容。ここからは試験になる。日中国交正常化から50年が経過したわけだが、その間に中国の GDP が日本を抜き去り世界第2位の経済大国になっても、2018年まで ODA を行っており、その総額は3兆6500億円に上る。一部民間企業が利益を上げることができたとはいえ、日本という国家としての国益は何一つあったとは言い難い、極めて偏無的な条約であると言わざるを得ない。特に今回の領海侵入の最長記録更新については、折しも日本の外務大臣が公式訪問中の事案であり、外交儀礼から言っても非礼極まりない対応といえる。当の外務大臣は当然ながらリアルタイムで情報が入っていたはずであるにもかかわらず、その口からは強い言葉を聞くことはなかった。領海侵入時間の記録を更新したというのも中国お得意のサラミ戦術で、どこまでなら実力行使されないかを探りながら少しずつ時間を伸ばしていくという対応は、スライスの厚みを徐々に増やしてきていると言っていいだろう。過去に首脳間で尖閣問題は次世代まで棚上げしようという約束があったと言われるが、その約束すら守っているのは日本側だけである。尖閣諸島周辺は地元漁師にとって豊かな漁場であり、日本の財産である。無害通行でない領海侵入は紛れもない主権侵害である。
それを80時間も続けるというのは、いかに日本が下に見られているかを示す証左であろう。いくら無線と電光掲示板で抗議したところで進展がないのであれば、こちら側もフェーズを一段上げた行動を取るべき時期に来ているのではないだろうか。せめて魚釣島に公務員を常駐させるぐらいのことはやるべきである。いずれにせよ、事態が大きく動くのは台湾有事の時であろう。それに備えて平時より防衛力を整備し、海保と海事の連携を強化し、そして米軍との緊密な連携を取り続けることが何より大切だ。昨年末に閣議決定した安保3文書と欧米の自由主義陣営が一丸となってロシアへの経済制裁と対中包囲網を築こうとしている今こそが、日本が抱える憲法問題を含め大胆な政策転換を行う最大のチャンスではないだろうか。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは、主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、決まりを守れない問題児、もう地球から出ていってくれ。日中外相会談が北京で行われている最中だぞ。日本国民が県中になるだけだっての。敵対的領海侵入だから自衛権の発動要件。断じて容認できないとは何もしないということなの。え？72時間も警告発し続けてたの。一回警告して出ていくそぶり見せなかったら威嚇射撃後撃沈でええやろ。遺憾、中止、口頭で抗議とか言ってる間に南シナ海パターンになるよ。ほぼ実行支配されかけてんだよな。上陸されるのも時間の問題。海保のやってるのは警告ではなくお願い。島に自衛隊でも警察官でも常駐させろよ。捕まえてアステラスの社員と交換しろよ。ロシアもきな臭いし、本当に共産圏はろくなことしないな。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。